なんだ。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はなんと、はい、まあ、また前回の動画に引き続き、まあ、僕岐阜ですね、はい。岐阜の方でちょっとアパート今4棟組んでるんですけど、はい、そのうちのまた残りの2棟を組んでまして、はい、なんと今日は前回組んだ時にもう足場組み上がってるんで塗装の、はい、あの何だったの名前名前なんだブリキです。ブリキ。はい。ブリキ君が今日高圧洗浄しに来てくれてるんで、はい、思ってます今、ね、はい、はい、そうですね、はい、でこの高圧洗浄機で、はい、なんと今日も今お昼なんですけど、はい、昼過ぎから社長が来るって言ってるんで、あ、そうなんですか、まさか、ね、YouTube を撮りに、はい、で今日はなんかあのイケメン職人がいるんですよ、はい、1人、はいはい、でそいつをなんか特殊じゃないですけどそいつをなんか撮りに来るって言ったんで、合わせて2人にちょっとこの洗浄機で、はい、洗浄機で、はい、社長とイケメン職人に水ぶちかけだろう、はい、マジっすか、大丈夫っすかねそれ大丈夫っすかね、さすがにやばいと思うっすね、ちょっといや、いけるってお前、いやじゃあお前ビビったらあかんって、いや寺西くんでもかけたんだよいや、いけるってなんとか、なんかあったらばちょっと俺もかけたるわ、一応2台持ってきてるもんね、2台僕もかけてかけるんで、社長に挟み撃ちっすか、挟み撃ちだったら逃げれんすもんね、そうっすけど大丈夫っすかねそれ、そしたらもう俺かけたらもう怖くない、まあそうですね、そうそうそう、だったらまだな、それで俺守ったらお願いします、バーン撃ったるでそれで社長まあでそんな感じで、はい、向こうから、はい、社長来たら、はい、向こうからと、あ、こっちからで、向こうからと多分社長バーって撮影しに来ると思うんで、はい、グループのこう、はい、足場があるじゃないですか、ありますね、で今もう向こうの方はちょっと組んだんで、はい、多分こっちの方から次向こうから組むんですよね、はい、なんで多分ここら辺から作業しとるところを、その社長も多分 YouTube 撮ってるところを、あっちがこブリキ君がこっちからのと僕がこっちからのと、はい、こっちがこっちからので、ええ、こう作業を YouTube 撮ってる風景をバーンちょっかけたわでやりますか、はい、それでも前回のトシ君のやつ仕返ししたろうかなと思ってあれちょいちょいやられてるね社長まあいいだろ、たまにはちょこっとぐらい、そうですね、ちょこっとぐらいいいっすよ、はい、わかりました、はい、ではなんで、高圧洗浄ドッキリ第2弾やっていきますんで、はい、お願いします、期待を、はい、じゃあ行こうか、はい、やろうか、はい、はい、とうとう社長が来ました、来ました、俺についてこい、はい、ミッチーについてきてそしたらなんとかなるから、はい、なんたってミッチーチャンネルだから。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はまたまた登場のイケメンくん。お前のイケメン動画あんま好きじゃねえんだよ。そんなこと言うと。まあ今日はまたなんかイケメンの寝絡みかなんかね、お前が結構喋ったやつが数字伸びてったってことで、じゃあちょっと行ってみましょうか。はい。はい。行きましょう。これ昨日組んでやるやつなんです、この容姿が近すぎると、ああその通路が確保しきれてないもんで、うん、あ、ここのね両方結局足場を組んどるもんで見えるから映像映るから、これ両方に組んどるもんでとか、そうですね、うんうんうん、でもちょっと進路になっちゃったんですけど、うん、そうですね、カメラ遠い、カメラ遠い、なるほどね、さすがにヤバいと思うっすね、みたいにさ、わわわわさ、はい、ねえ、俺も言わんじゃん、お前が言ったんだろ、大体俺何も言ってない、俺やめとこうって言ったけど、お前が言っただろ、前回のトシ君のやつ仕返ししたのかなと思ってあ、撃ったるで、それで、社長そういうこと、うん、幅があるもんで、ああ、ああ、あの木の幅、この木の幅
なんで。気づいとったんだけど、そうそう、お前がちょろちょろ動いとるなって気づいとったんだけど、全然かかっていいっすよ。俺なんか成長とは思わなかった。いや、なんか今日は何来るかなと思って、いや、あのドッキリかなと思って、あれはちょっとちゃんとした方がいいなと思って意識しちゃったらまさかの成長だよ。こっち来い。ちょっと聞こえるか。やりすぎだな ちょっとやばいね、お前まだしかも昼一ズキズキになってるじゃん。お前昼一なのに青木もそれはまずいだろ。さすがにまずいな。さっき守れって言ってたじゃないですか。あ、傷にかかってるやん。どっちがいたの？どっちがいたの？はい、どっちがやるって言った？トラベスさんです。お前、俺もう一回かけられてほしい。トラベスさんです。お前、俺もう一回かけられてほしい。ごめんなの、ごめんなの、伸びなくなんない。まさかの同じネタかよ。だけど俺寝て、なんだよ、なんだよ、なんだよ、出て、そう、もうやばいよ。ちょ、お前、おー、なんだよ、なんだよ、おい、ちょ、ちょ、お前ら、お前、やばいって、お前。これ何？これ何？これ何？お前何の？なんかお前プールみたいな。はい、お疲れっす。ひどいぞ。お前はやりすぎやだ、お前ら。俺もやりたいよ、俺も。さすがに、そりゃそうだよな、俺握れたらよかったからな。絶対助けられない。ほら、お気合い感は。僕が悪いですか？お前が悪いに決まってるから。お前は洗浄液持ってきとんの？コンコンはそうだよ。仕事っすね。あ、そっか、仕事か。お前、仕事の方行ったらいかんな。テラにやれしまえたら。テラにやれてないとね。そうです。そう。だけど、あれですね、この動画っていうのは、前でもちょっとコメントにね、こんなことやられたらどうこうなるか、作者の必ず許可取ってやってますんで、その時はちょっとみんな変なコメントですね。どうしよう、俺見とって言っとうじゃん、そんなにも許可取らんとやるわけねえねえと思って感謝したんだって。いいお客さんたちが俺らにおって喜んでくれるお客さんの中で一緒にやってるんで、まあそういうしょうもないコメントだけはちょっと見てこんでほしいなっていうのがちょっと嬉しくて、ちょっとちょっとやってます。そこだけね。はい、どうでした？言いたいことあります？もう何も言えん。寒い寒い。夏やん、夏やん。寒い。危ない。こんなお前一回会った動画やっても伸びんだろ。これでも一人だけじゃ余裕やらんもんね。じゃあ俺もじゃあ手伝ってるわっつったら、こいつ乗り気でついてきたわけ。こいつやり持ちはきついから、しかも結構痛いだろ。痛かった。結構痛いよな、あれ。痛いよな、熱くるよな。今回ちょっと俺も頑張ったと思うんで、気に入ってくれたらチャンネル登録お願いします。お願いします。はい、また見てね。